いつものプライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2019年式メルセデスベンツ G350D を紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、特に目立つ傷はございません。走行距離に関しましても約500キロ以下と新車に近いコンディションを保ったお車です。外装色はポーラホワイト、インテリアはブラックレザーが採用されております。市場でも高い人気を誇る現行の G クラスが入庫いたしました。こちらのお車は G350D ということでディーゼルエンジンモデルとなっており、燃費性能にも注目していただきたい1台となっております。また AMG ラインやラグジュアリーパッケージ、アダプティブダンピングシステムなどオプション装備が充実しております。エンジンは3リッター直列6気筒のディーゼルターボエンジンが搭載されており、最高出力は286馬力でございます。ヘッドライトに関しましては LED が採用されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。また足元に関しましては純正20インチのアルミホールが装備され、迫力あふれる1台となっております。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては手動での開閉となります。トランクスペース広々と加工された1台です。スーツケースに関しましても複数個収納することが可能となっております。また後部座席を倒していただきますと長い荷物にも対応が可能です。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアに関しましてはブラックレザーが採用されております。運転席助手席ともに良好なコンディションです。ステアリングに関しましては3本スポークのレザーステアリングが採用されております。こちらにはパドルシフトが装備されており、自由自在な変速が可能です。またアダプティブクルーズコントロールにより快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては純正のハードディスクナビゲーションが装備されており、またバックギアに入れていただきますと360度カメラとバックカメラが作動し、安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては9速のオートマチックシフトが採用されております。走行モードも用意されており、よりスポーティーな走行も可能です。こちらのお車にはシートヒーターも装備されており、肌寒い季節でも快適なドライブをお楽しみいただけます。続きまして後部座席紹介させていただきます。後部座席に関しましても目立った使用感はなく、良好なコンディションを保っております。また後部座席にもシートヒーターやスライディングルーフ、ブルメスター製のスピーカーが装備されており、快適性しっかりと加工されたお車です。今回は2019年式メルセデスベンツ G350D を紹介させていただきました。こちらのお車に関しましては走行距離約500キロ以下と新車に近いコンディションを保ったお車となっております。オプション装備が充実した現行の G350D が入庫いたしました。こちらのお車に関しましては286馬力を発揮するディーゼルターボエンジンが搭載されており、トルクフルな走りをお楽しみいただけます。また純正のハードディスクナビゲーションや360度カメラ、シートヒーターやスライディングルーフをはじめ、メルセデスベンツのお車らしい数多くの快適装備が備わった1台です。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。